レコード開始しました。はい、ありがとうございます。はい、2020年9月3日第8回首都防災ウィーク3日目の10時からの番組をスタートいたします。アナーキ俳句で考える地域防災、藤村坊亮さん、俳句 ARC 主催ほか。お願いいたします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。もうちょっと後から参加されるかと思いますが、今日は青森から鹿児島まで全国の方が、参加いただけるかなと思って楽しみにお待ちしております。では、始めたいと思います。首都防災ウィークの1週間の中の俳句と防災を考える時間として1時間皆さんと楽しく考えたいと思います。ではちょっと画面を共有します。はい、まず最初はですね、いきなりクイズから始まります。〇〇の木に神降りてこよう、100年後清藤さんの俳句なんですけども、この〇〇に2音です。漢字は1字または2字または3字、これね面白いんです。この、2音なんですけど、漢字は1字で書く場合も2字で書く場合も3字で書く場合もあります。秋の季語です。考えた方はチャットに入れてください。〇〇の木に神降りてこよ、100年後、清藤さんという方の俳句です。チャットの方にも書いていますので見てください。秋の季語です。お、柿、お、こうね、柿の木に神降りてこういう100年後、いいですね。こうさん、いいですね。例えば私の入れたのはトキです。まあ鳥の名前ですね、トキ。ただここにヒントを書いています。漢字は1字の場合でも2字でも3字でも表す言葉なんですね。それ柿は柿でしまいですよね。トキもこれトキでしまい、鳥の名前ですけども、こんな二文字ありますかね。これヒントですけど余計難しいかな。秋の季語です。ね、柿の木に神降りてこい100年後っていうのはなかなかいいですけどね、コロさん。これなかなか、これはこれで俳句になってるけどね。はい、なんで100年後のこの俳句を選んだかは、この今日の首都防災ウィーク、これは関東大震災の100年後を見据えてこの1週間の特集番組が組まれていると。関東大震災の100年後はあと3年後ですけども、その100年を見据えて、考えるというふうに今この特集はやっていますので、それに合わせて、あ、一応ね、一応なんですけども、一応だと音としては、3音か4音になりますよね。2音半というかそういうことになりまして、2音で
漢字一字。野村さん、チャットを上げるにはどうすればいいんですか？はい、あ、チャットはね、下のチャットというところをありますでしょ、クリック、ちゃんとクリックしたら、それで回記入して、それを、はい、回を記入したら、ちょ、あの、あのチャットをまたクリックする、エンターを押すと、エンターを押すと上がります。エンターを押したら、エンターを押したら、宇宙さんので上がります。エンターを押してください。わかりました。あれ、全員になってますか？送信先が全員になってる？それ確かめてください。いや、全画面にしたら縦長になっちゃった。ああ、全。ギャラリービュー、ギャラリービューって何だ？これでいいのかな？これでいいはずなんだ。チャットで入ったやつを、これを、エンターすればいいのね。ああ、入った入った。ボイジーね。もみじ、もみじは3音ですね。これ2音で入れてほしい。あ、そうですか。2音。難しそうなんで、ヒントを言います。鳥の名前です。私はトキと書きましたけど、トキのように鳥の名前を入れてください。漢字1字もしくは2字で、2音。お、やつは飛びね、飛びの、はい、飛びの木、飛びの木に神舞い降りて、これを100年、うん、ただあの、いつも私もいろいろやるんですが、飛びっていうのは記号であったりなかったです。 ないんですよね、飛びね。あると書いてあるやつもたまにあるけども、トビは普通、記号ではないと。あ、括弧ね、括弧も、そろそろちょっとあれですね。では、正解が出ないので、いきます。正解はモズです。あ、モズか。モズ。モズ。モズは、ここに書いてますように、1字でも2字でも3字でもあるんですよね。そうか。全部これモズと読みます。で、秋の季語なんですけども、朝、モズが鳴くと風が止むというのが、地方の、言い伝えにあります。朝、モズが鳴くと風が止むということなんですけども、まあそういうことを踏まえて、俳句では、アンテナのモズやしとなき、地の振るう、これは地の振るうでね、まあ、地震が起きた時の歌なのかどうかよく分かりませんが、それから朝霧の晴れゆくもつの一斉に一声にというので、そういうあの風が止んでいく朝霧が晴れていくというのがあります。これはちょっとあの風が止むというのと関係ないですが、
セシウムだかなんだかかんだかあれはモズというのが、これ池田澄子さんの俳句です。池田澄子さんはいつも面白いんですよね。で、夕モズや風の噂もなくなりぬ。これはこの朝モズが鳴くと風が止むというこの言い伝えを踏まえて、夕方のモズが鳴いてももう風の噂ももうないよという、この言い伝えを踏まえないとこの意味があんまりよくわかんないですよね。それから学童の野外活動モズ日和、まあ俳句では何も面白いことも何ともないですけども、この学童の野外活動モズ日和というのがですね、実は今日のテーマなんですね。テーマというのは何かと言いますとですね、今日のテーマは、こういうことでございます。防災と地方の関係というのは、この俳句の時間には一番最初も一回やったんですけどね、観天望気だとか交換現象とかいう、言葉がございます。観天望気というのは漁師さんや農家が天候を読むと、空を見て今日の天候を判断する。まあみんなに知ってるのは夕焼けの次の日は晴れとか、朝焼けは天気の崩れる予兆だとかいうのは皆さんご存知だと思いますが、朝モズが鳴くと風が止むとか、鱗雲が出ると翌日雨と、赤トンボがたくさん飛べばあとは風が吹く、冬の霜の日が3日続けば日和が変わると、こういうふうな言い伝えと季語の中に含まれた意味等が結びついたのがあります。これは観天望気の中の一部分でございます。でもう一つ、防災でよく出てくるのは交換現象ということですね。これはナマズなんかが有名ですよね。それとか井戸水が変化するだとかいう、虫の子がどうだとか犬がよく鳴いたとかいうふうなのは、これは交換現象といいまして、身の回りの現象から地震を感じるというふうなことです。まあナマズが一番有名ですけども、まあミミズが地上に這い出したら大雨だとか、この間ミミズたくさん道に出てきましたよね。で、中、地面の中暑かったんでしょうね。で、外に出たらもっと暑かったっていうので、みんなミミズが死んでいましたが、夏の季語ではアリの行列を見れば雨が近いとか、アリはたくさんあります。穴を塞ぐと雨が近いとか、用水すると雨が降る。アリが集合するのは雨の兆し。それから春、蜂、いや、ツバメが低く飛ぶと雨、カエル、カワズが良くなると雨とかいうのがございます。こういうふうにですね、身近な草や木や雲やそういったものを観察することによって防災というものを身近に感じる。つまり地震も自然現象ですからね。地震は自然現象ですから、こういう自然現象の中にを敏感に感じることによって、防災にやろう。そしてこういう自然現象は身近なものですから、身近な自分の周り、自分の見える周りというか同じ地域とか村ですよね。水俣黒門氏が言うのは、神社の森のクスノキの見える地域が同じ地域だ。ヨーロッパではランドマークの教会の塔、これをみんなが共有する地域を一つの地域だ。この地域の中でこういう交換現象だとか、いうのがどう感じられるかというのを敏感になっていただきたいというふうに思う。それが季語と結びついていくということです。次いきます。まあ、そういうことを考えるのにですね、俳句は面白いねということなんですけども、はい、では、クイズの続きです。一筋の風を連れ来る
○○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 ○
これをこう考えてみてください。一筋の風を連れくる〇〇〇〇〇5、チャットの方に書きます。これも防災ですか？防災に関係する今の、そうです、交換現象だとか、寒天防気、そういうものの、種類のそれに近い、俳句です。一筋の風を連れくる〇〇〇〇。これはまあ チャットを見てくださいね。チャットの方を見てください。一筋の風を連れくる〇〇〇〇〇ゴーン、秋の季語、これを入れてください。考えついた方はチャットにあげてください。秋の季語が入るんですか？季語で、季語の防災を考えるという、そういうのに関連した俳句です。はい、いろいろ入ってきていただいてますが、今穴あき俳句で防災と季語を考えています。今一筋の風を連れくる〇〇〇〇で、この〇〇はゴーン、秋の季語です。ここに入るゴーンを入れてください。お、渡り鳥ね、渡り、いいですね。一筋の風を連れくる渡り鳥、バッチリ俳句になってますね。はい、しかし渡り鳥は俳句ですごくいいですけども、正解ではありません。地方によって違うと思いますが、その地域のという空を見る、自然を見る、鳥の動きを見るだとか、そういったことによって天候を判断するということです。おお、カレーススキ、いいですね。辻さん、いいですね、カレーススキね。の季語ですか？辻さんの大得意の歌ですけどね。彼氏好き、俳句としてはね、いいですね。おお、赤もみじ、いいですね。いいです、いいです。こうさん、この赤もみじいいですね。いいですか？なんかでも、もみじはなんか赤だから、なんか、うん、まあね、ちょっとそうなんです。実はね、このこれに近いんです。あ、そうなんですか。回答は、正解はこれに近い。何が近いかというと、赤が近いんです。あ、赤が近い、これで分かったでしょ。あ、分かった。はい。分かっちゃいました。はい、どうぞ。書いていいです。はい。え、上げてちょうだい。あ、OK、コウさん、正解です。正解なんですけども、正解なんだけども、実はこれ、はい、赤トンボのことをもう一つ言い方があるんです。ね、わからない。赤まんま。赤まんま。もうちょっと。秋赤ね。
はい、あ、一時さん正解です。すごい。正解です。おお。はい、秋あかねというのが、なるほど。正解です。一時さんと、ね、こうさんで正解を言っていただきまして、ちょっと待ってくださいね、これは。そんな風情のある言い方初めて聞きます。はい、秋あかね。赤トンボ、秋あかね。はい、一筋の風を連れくる秋あかね。この、これはですね、寒天望気で赤トンボ、秋あかねがたくさん飛べば風が吹くというのを、抑えてるわけですね。で、防災というか、地震学では有名な寺田虎彦先生というのが、まあ、この人は文人でもあるんですけど、これをちょっと変えて、旗竿や旗に風なく赤トンボというふうに、な句もあります。赤トンボ、浜吹く風は一息に。高沢隆史さんも、割とこう、防災に関係した俳句をたくさん読むそうです。次行きます。はい。同じ秋行きます。これは鱗雲がもう出ています。鱗雲が出ると翌日雨というふうに出て、これはこの鱗雲を今最初から出しています。鱗雲蜜より丸へと流れけり、一音で漢字一文字、はい、チャットの方にも載せました。鱗雲、蜜より丸へと流れけり。蜜より天へと流れけり。いいですね。天へと流れけり。まあ、そういうことですね。そういうことなの。まあ、正解ではないですけど。はい。じゃあ、同じ。一文字。一音ですね。天は二文字ですからね。例えば、私は今、か。まあ、渦ですけど、かとも読みますね。例えば、こういうことです。一文字なの？あ、はい、一音です。一音。あ、一音なのか。あ、そうか。一音一文字。あ、二文字じゃないです。空は、ああ、そう、間違った。天も二つですね。だから、この私が書いてある、か、というのは、一文字で一音です。横雲、蜜より、丸へと流れている。お、そうです、そうです。八つさんのね、そうです。は、はというのか。はい。北山さん。はい。そういうことですけどね。はい。ただ正解は出ていません。何だろう。分かんない。どうでしょう。お、一水さん大正解。大正解。あ、そう。いや、蜜より添えっていうのはちょっと単純すぎるなと思ったんだけど。そうですけどね、大正解です。まあ、俳句そんな難しいことばっかり言ってもね、あれですから。どうですかっていうのはシャレですか、今。すごい、これはね、なるほどね。はい、蜜より添え。蜜だからね、蜜に対して。そうですね。そうですね、はい。まあ、鱗雲ではね、鱗雲、
混沌政治の曲がり角っていうアイコンがありましたけどね、まあまさに今日そのものですよ。混沌としてませんよ今は。あ、してませんか。もう分かりました。明らかになりました。そういうことでございまして、じゃあもうちょっといきますね。これはい、甲骨と丸々に食われて家倒る。ああ、見ちゃったわけよ。甲骨と丸々に食われて家倒る。二音、漢字で書くと一字。これ季語ですか？はい、季語です。季語です。季語です。季語。季語。うん、季語です。これは比較的わかるかな。これもなかなか面白い俳句なんですけどね、うん、この富田さんっていうのは非常に分かって亡くなった俳人なんですけどね。亡くなってます？あ、もう死んでます？亡くなってると思います。そうなんですか、知らなかった。へー、そうですか。確かそう思いましたけど。なかなかいい評論も書くんですよね。うん。若い方ですよね。はい。40代ぐらいかな。20代、この句なんかは20代。ああ。20代の最初ですよね。あ、いきなり、こうさん。はい。正解です。いや本当に正解、いきなり甲さん正解です。はい、でもなんかいきなり正解です。あり、甲骨とありに食われて言えた。ああ、でも最初思ったんだ。ありか、なんか そのまますぎるかなと思ったけど。ありっていうのは季語なんですか？季語です。夏の季語です。さっきいろいろ言いましたよね。アリの行列を見ればアメチカイだとか、それからアリなんですけど。夏の季語なんだ。夏の季語。甲骨とアリに加えて家倒るっていうので、だからまあ実は我々のこの番組を、主催しているこのミラクルテレビの主なメンバーは、NPO 法人東京命のポータルサイトなんですけども。東京命のポータルサイトはこの耐震補強を一番大事に考えておりまして、そこから甲骨とアリに食われて家倒るというので、家が倒れるといくら防災でなんか防災訓練で、炊き出しをやったりトイレがどうだとかいう必要はなくて、家が倒れたら死んじゃうんで。ま、ずそれは分かるけど、甲骨とっていうのはどういう意味ですかね。これね、それを見て甲骨とするの。いや、家倒れこれはですね、確かに家倒るなんですけど、ここある解説によりますと、アリの代わりに人を入れたら分かるというんですね。人？人。あ、ふと。はい。甲骨と人に食われて家倒るというふうに、もう擬人化して、家を擬人化するという、この場合でもアリに食われて家倒る甲骨とというのは家を擬人化してるわけですね。あ、はい、そういうこの富田さんってなかなか面白いものの見方をする人なんですよね。だからこれは、そういう擬人化というか暗喩という比喩が面白い俳句だというふうに思います。で、これに関連してアリでいきます。寺山修司の俳句。
丸々を出て驚き屋敷ありとなる。丸々をいで驚き屋敷ありとなる。二音漢字一字です。田山修司です。チャットの方にも書きました。おほ、なるほど。そうですよね。あの、八丁さんの、寺山修司にね、書をしてって。あの家出ですかね。家で書をして。町に出よ、町に出よ。決まったか。穴、穴を出て、なるほど、驚き、そうね、すごい意味はよくわかりますよね。アリが穴から出てきて驚びっくりしてると、いろんな景色で、これはわかりますよね。うん、穴ね、うん、もうちょっとありますか。寺山修司だから、なかなかね。やっぱ寺山修司面白いですよね。お、山を出て驚き屋敷あると思う。なるほど。そうです、そうです。まあ、これ、どれを入れてもなかなか面白いですよね。村を出て、森を出て、いろいろ面白いね。全部、なりますよね。はい、四郎さんの家。家、最初の八丁さんと同じですね。家を出て。里を出てもいいね。あの、里を出ると、家もそうですけども、擬人化できますよね。まあ、皆さん、どれも、擬人化してるような感じですけどね。穴を出ても、森を出ても、村を出ても、面白いと思いますが。まだ正解は出ていません。うん、お、なるほど。森、群れをね、うん。なるほど、なるほど。群れを出て、お、一人になって孤独で、非常に慎重になっているアリさん。なるほど。わかりますね。お、父を出て。うん、なるほど。それもどれも面白いですね。家を出ても穴を出ても山を出て森を出て村を出て里を出て家を出て群れを出て土を出て群れを出て面白いな。面白いね。面白い。里を出ても面白いけどね。まだ正解ではありません。まだ正解ではない。はい、今ここに出てるのに近い場所ですか。近いっていうか場所行ってる場所場所じゃないでしょ。これ今ね具体群れ試合は具体的ですよね。うん、あの具体的な場所を言っていますが、うん、違うの場所、うん、場所とも言えない、うん、場所と言ってもいいのかもわからんけど、場所とも言えないです。うん。まあね、あの群れは面白いけどね。でも。あのアリで群れだと、まあある意味俳句ではくっついていますよね。あの俳句としてはちょっとあの意味としては面白いけど、俳句としてはアリと群れはちょっとくっついてるというので、俳句あのくっついてません。アリとはくっついていない。
縁、縁と言いますか、サイです。サイ。なんかいや防災の俳句だから、なんかその災いみたいなところを出てみたいな。サイね。サイ。なるほど、飛びましたね。発想が飛びましたね。なるほど。はい。いいですね。こういう発想の飛ばし方は非常にいいですね。そろそろですか。出ません。あ、町を出てね。町を出てね。あ、町を出てもいいですね。これはですね、正解を言います。影です。影を出て。あ、影を出て。影を出る。あ、はい、あの暗い影の部分から明るいところへ出て、驚きやすきありとなるという影です。はい、闇とは考えたけど、影です。闇を出てね。闇じゃちょっと。ただ闇を出てもやっぱり闇ですもんね。そうそう。影を出れば光ですもんね。そうそう。ね。そうです。はい。次へ行きます。まだあんの？面白いね、これ。はい。これはどうです？淡路活断層へ？はい。おー、山頂さん。三音だけど、漢字一字です。漢字一字、冬。淡路活断層へ、冬。まるまるまる。漢字一字。これはもちろん阪神大震災の俳句ですな、多分。断層へ冬まるまる。冬頑張るね。はい。なるほど。活断層へ冬頑張りするの。意味がわかんないですあれ、僕も書いたんで、ここに。あれ、あ、でもまだ出てないです。シローさんのやつは出てませんが。出てない、はい、でも、こもりって書いたつもりだったり。でも違うんですね違います。着替えました。あの防災俳句ですからね、今日は。交換現象だとか、寒天防気だとか、そういうその、気候や天候や地震や台風やそういったものを、感じることが大事だというのが今日のテーマなんで、
そういうものを身近な動植物や、気象風景の違いからそういうものを読み取ろうというのが今日のテーマです。冬響き、冬響き、響き、響き、冬嵐、おお、冬の嵐ね、おい、冬響き、冬響き、冬が響くんですか、宇宙さん。他にございますでしょうか。これは阪神・淡路大震災の回顧だと思います。そうだよね、場所がはっきりしてる、ね、淡路だもんね、阪神・淡路、冬隣、冬隣へ、お、まあ冬隣という季語がありますが、春隣という季語がありますが、冬隣という季語はあるんやろか。え、冬隣って歌があります。あ、歌の歌詞であります。歌の歌詞があるんですか。ああ、もうじき冬になるという歌詞ですか。いや、かどうかわかりません。春隣っていうのは冬の季語なんですけど、もうすぐ春が来るよっていうのが春隣という季語があります。冬隣、冬の厳しさや暗さがすぐ近くに迫っている晩秋の行為。あ、同じですね、春隣とね。だから秋の季語で冬が近づいてるよというのが冬隣なんでしょうね。つぶて、これつぶてですか。はい、でもちょっとおかしいですよね。つぶて、ね、つぶて、うん、これはちょっとおかしいと思います、自分では。はい、これは地震の定番なんですけどね、うん、阿波淡路活断層へ冬〇〇〇、三音で漢字一字のここを穴開け俳句で入れてくださいというのが今やっている、防災と季語の穴開け俳句です。冬傾き、冬斜め、これ地震の定番です。地震の定番、まだ冬雪崩ですか、これは。あ、雪崩ね。あ、雪崩はお二人から来ましたね。なんかかぶっちゃった。はいはい、冬雪崩ね。まあ、季語じゃなくて、冬があるからね、季語じゃなくていいんですけども、雪崩だったら冬がいらないでしょうね、多分ね。雪崩自体がもういいですよ。地震の定番です。逆に難しいですかね。これは阪神大震災ですから、1月17日だから冬がついてるんですけども、この〇〇〇はね、本来夏の季語なんです。お、夏の季語で
しかし阪神・淡路大震災に合わせるために冬をつけて冬まるまるまるに持ってきたんですね。冬構えね、冬構え、なるほど。なるほど、冬構えはね、そういう活断層に冬構えというのはね、冬光、冬光。なるほど。地震の定番です。地震の定番。はい、交換現象で地震といえばこっちです。あ、わかった。はい、コウさん分かりましたか？あ、自信がありそうだね。全然違った。はい、正解です。なるほど、はい、正解です。やったー、はい、発想が逆に飛んでないんだよね、これね。ナマズ、ナマズですね、だから定番ですね。定番、あの、つまりナマズが暴れて地震が起こる。ああ、そうか。はい。まあ、危なくするんですね、これは。ナマズはね、あの、夏の季語なんですよね。だからさっき言ってましたね。だから冬として。冬ナマズと。冬ナマズか。そうか。はい、ナマズが暴れたので、この活断層が動いた。なるほど。で、阪神大震災だと。これ面白い。あります。もう一ついきましょう。冬、霜です。霜が3日続けば日和が変わるという、交換現象のそういう言い伝えがあります。で、これは稲畑恵子さん、まあ、あの有名な虚子のお孫さんですけれども、まあ、もう今や大重鎮ですが、俳界の。血も消えて同じまんまるではなくなりし、この血の日が3日続けば日和が変わるというこのことを踏まえた読んだ句だと思います。血が消えて、血が3日続いて消えて同じまんまるではなくなったというふうに読んでいます。いかがでしょうか。あ、これ、あ、めぐさんも答えていただいたんですね。一時さん、空。空ね、同じ空ではなくなるし、いいですね。同じ時、時ではなくなる。なるほどなるほど。はい。でも、空でも時でもありませんよ。意味が通じると思いますけど。日消えて、日も消えて、同じ丸々ではなくなるし。村、ああ、いいですね、村。この、特にこの村という、こういう字を当てるのはなかなかいいと思いますけどね。やっぱり、あの、伝統的正統派の、ね、あの、愛人ですからね、伝統的正統派を、表したような俳人ですから、同じ服なくなりなるほど、いいです。面白いけどね、うん、違います。同じ服ではなくなりし、面白いな。同じ山ではなくなりし、なるほど、そうですね。だから霜が3日続けば日和が変わるね。え、ああ、何が変わる、日和が変わる、日和が変わるというのを抑えて稲畑恵子さんは読んでると思います。なるほど、庭ね、そうそう、
そういう発想ですね。まあ山もそうですけど、岩もそうですが、そういう発想です。これは、はい、伝統的正統派の重鎮の俳句ですから。あ、同じ色ではなく、そうですね。同じ花ではなく、そうです、そうです。まあそういうことなんですけども、同じ池。あ、池もいいですね。そういう、うん、そう、具体的なものを持ってくるというところが、この、いいですね。これは、そろそろ時間も迫ってきたので、もう一人ぐらい行きますか？大丈夫ですか？お、え、小読みのチュンじゃダメですもんね。正解いきます。朝。ああ、単純だね。単純だけども、わかりやすい。だから伝統的正統派の重鎮ですから、切り消えて同じ朝ではなくなりし、まあ、なかなか、あの、いや、霜消えて、霜消えて、同じ朝ではなくなりし、霜が3日続いて、日和が変わったというので、朝変わりましたよという、こういう、あの、交換現象とか、こういう地域の気象を読む、天候気象を読む季語の使い方というのが、これは、非常に明確に出てますよね。で、こういうふうに、まあ、俳句っていうのは自分の身近な、空気、景色、こういったものを見て、ちゃんと考えるというのが、まあ、俳句の一つの基本ではあるんですけども、それを、これを身につけると、私は実は防災にも役立つと、防災の基本はやっぱり自分の自慢、身近な自然をちゃんと見るということにあるのではないかというふうに思っています。ということで、今日の、防災と季語のお時間はそろそろ終わりなんですが、何かご感想はございますか？シローさん、今日はどうでしたか？です。また来年の今頃もこれやるんですね、防災ね。そうですね。はい、首都防災ウィークでこのお時間を頂戴して、面白い俳句を探してまいります。皆さんも探してください。はい。ちょっと1分半ほど早いけども、次の方々も皆さんお見えでございますので、そろそろ交流の場と行きたいと思いますが、次は確かに大変面白かったです。面白い。ありがとうございます。いや、ボーヨさん、チャットにコメント書いてくださった方が、はい、あの面白さにびっくりしたって書いてます。で、仕切りがすごく上手で、なんか前にあの大阪での催しでご一緒された方。っていうことですね。ボヨさん。そうです。はい。で、この片山さん、蘇州、報州さん。あ、違うか。アジカタさんね。うん、このアジャッパ、アジャッパの方ね。これはアジカタさん。アジカタだと思います。大阪のアジカタさん。はい。ヤクルラジオでも楽しかったです。聞くだけでもすごく楽しかった。ありがとうございます。ナマズは分かりました。はい。琵琶湖にもナマズがいるから、ナマズが。はい、あ、ナマズね、すぐ、そうなんです。地震でナマズはね、有名ですから、まあ、そういうことを、これからも考えていきましょう。はい。皆さん、どんどんお集まりでございますんで、はい、では、あの俳句の方は、これで、バトンタッチをしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。